マリソル・バジェス・ガルシアは、メキシコ、チワワ州プレセディスの警察署長、同州シウダー・フアレス出身。メキシコ大統領、フェリペ・カルデロンが2006年に、麻薬組織に対する戦争を宣言して、以来、麻薬犯罪に関連する死者は3万人に上っている。市長や警察は特に標的とされ、残首や拷問によって殺害される者もいる。チワワ州プレセディスは、 シウダー・フアレスとグアダルーペのすぐ近くに位置しており、麻薬戦争以前には静かな町だった。現在、対立関係にある二つの麻薬組織、フアレス・カルテルとシナロア・カルテルが地域のハイウェイの支配をめぐって争っている。チワワ州は世界でも最も危険な地域の一つになっており、住民は暴力を恐れて家にこもっている。2010年10月、 シューダー・フアレスの近くでギャングが誕生日パーティーを襲撃し、子供を含む10人を超える人々を殺害する事件が起こった。また、フアレスで警察官数名が拉致、あるいは殺害された。プレセディスの前警察署長であったマヌエル・カストロは、その1年前に拷問された上斬首された。3人だけ残っていた警察官がすべて辞職し、市長は、 解決策を見出せずにいた。一年間の所長不在の後、立候補したのは、グアダラハラ大学で犯罪学を専攻する20歳のマリソルバージェスだけだった。彼女は2010年の10月18日に、警察所長に就任。このニュースは、国際的に関心を呼び、彼女はメディアによって、メキシコで最も勇敢な女性と呼ばれるようになるも、 就任時から警察と対立すると思われる組織から必要な脅迫を受け翌年3月に身柄の保護と政治亡命をアメリカ合衆国に求めた。バジェスは結婚しており小さな男の子の母親である。コミュニティを変えるために所長職を引き受けたと報道されている。メキシコにいるすべての人が怯えている。私たちは恐怖に負けてはならないと就任後に彼女は語った。 当該地域には9148人の住民がおり、警察官は19人である。バジェスは女性警官をもっと雇い、コミュニティへの働きかけと犯罪の予防に注力すると述べている。フワレス周辺の地元メディアは彼女をラーベリータ・ラードリタと呼んでいる。ありがとうございます。